ゴモラ再び。本部、応答願います。ゴモラらしき怪獣が湾岸に現れました。周囲を国防軍が包囲しています。でも、ゴモラとは少し違うようだな。前のエレキングのような変化体かもしれない。油断するなよ。どんな能力を持っているかわからんからな。どうやったらゴモラが上空のヘリを落とせるんだ。きちんと説明しろ。いや、一瞬のことで、わあ、尻尾が伸びる。尻尾が伸びる怪盗ゴモラだ。コスモスはこの状況でゴモラをどうするつもりだ。体重を自然な姿に戻し、おとなしくさせる。これがコスモスの優しさか。